はい、みんな、ということで、小田県ランド、ついに、完成です。皆さん、こんにちは。小田県です。今回も楽しみも、一緒にやってこうぜー毎度毎度挨拶がうるさい小田県です。すいません、皆さん。鼓膜大丈夫ですか？ということでね、今回久々に、本当に久々に、プラネットコースター実況プレイをやってこうかなって思います。はい、前回ねジャングルパークが出来上がってパイレーツワールドもねできたんで、そろそろ終盤なんですよ皆さん。小田県ランドは、はい、もう泣いてもいいんですよ。めっちゃ涙もろい人は涙しちゃうんじゃないでしょうか。はい、泣きませんけど僕は。はい、ちなみにね、ここに乗り物を一つ作りたい。で、何を置くか。はい、そこでここに山と岩があるんで、こっちにウエスタンっぽい乗り物をね、設置していこうかなって思います。なんか、岩みたいなジェットコースターね。岩みたいなジェットコースター？そんなの聞いたことないぞ。俺、行ったことないし、聞いたこともないわ。はい。ちょっとね、それをね、今回探していこうかなと思うんですけど、いろいろね、ダウンロードしたんですよ。そんな感じの乗り物をね。これを置きたい。これを置きたい。そう、こういう日のためにね、いろいろね、もう海外の方が作ったやつをね、ダウンロードしてたんですよ、僕は。やばいですよね、このクオリティ、皆さん。皆さん、では、ここに設置していきたいと思います。山ちょっと削りました。山削んないと置けなかったんで、よし。はい、これでテストして、これで、道をつなげますか。はい、では、つなげていこうかなと思います。この道にした、俺は。こっちにつなげてこう。もう、だいぶ重いでしょ、みんな。見てわかるでしょ？角ついてるんですよ、皆さん。さすがに、ここまでね。いろいろ配置しちゃうと重くなっちゃうよね。急にいい曲が、プラネットコースターの名曲が流れている。こっちに曲げて、よし、こんな感じでいいかな。でこっち側になんか広場作ればいいかな。ね、それでいいよね。よし、じゃあこれでつなげましょうか、入り口を。じゃあ入り口をこの道に繋いでいこうかなと思います。じゃあ、どれにしようかな。この道は、あ、これがいい、これがいい。あ、待って。オレンジいいね、オレンジ。これでいこう。いいね。岩の感じと合ってる、これ。よいしょ。オッケー、オッケー。なんかここ、ここ急に、キュッてなってるけど。砂時計みたい。これで、入り口できたんで、よし。じゃあ、出口も作りますか？出口も作って、もちろんね、田口も作るんで、出口はね、そんな長くなくていいから。よし、これでいいぞ。よし、できた。よし、新たな乗り物が追加された、小田県ランドに。じゃあ、早速営業していこっか。営業。営業しました。新たな乗り物。来るか？来るかな？結構遠いからね。はい。ちょっとこっちに広場作ろう。来る前に、ちょっと広場作りたい。よいしょ。よいしょ。で、丸める。オッケー！これで周りに店とかできるか？やるか？ちょっと待ってよ。あ、いいね、これ。これいいわ。すげえいい。この辺に置きたい。角に置こう、角に。ここに置こう。おお、二つあんのか。なるほどね。もう一つぐらい置きたいよね、なんか。見た目的に。ここになんか置きたい。結構ある。ほら、こういうさ、なんかオレンジ色の岩のウエスタン。こういうのをね、置きたいんですよ、皆さん。わかります？僕の気持ち。僕の気持ち分かってくれます？はい、分かってくれてると思って俺は頑張ります。はい、いい感じの建物あったんで、これもここに置いていきたいと思います。よいしょ、いいね。なんかいろいろ明かり綺麗だな、これ。夜絶対綺麗。いいね、この曲がり角の感じ。曲がり角の感じいいわ。サボテンも生えてるし、ここに置こう。よしよしよし、これと、オッケー。見た目良くなってきた。てかお客さん来てるね、これ。ちょっと待って、みんな引き返してくんだけど。なんで？お兄さん？お兄さん、足埋もれてる。足埋もれてる。料金とか設定いくらになってんの、これ。ちょっと見てみる？営業してんのにまだ誰も乗ってないよね。あ。ちょっと高いのかな？ 1000 円って。500円ぐらいにしとく？ね。500円にした。あー、入った入った入った！やっぱ500円ぐらいがちょうどいいのかもね。後で乗ろう。とりあえず店繋いでみよっか、これ。ね。寄り道してたわ、俺。俺特有の寄り道が始まりましたから。あー、いいね、これ。こっちも繋いでこう。大きな道の方がいいから。オッケー！この辺に置いていきましょう。1個、2個、
3個、向かい合わせに6個ぐらいあればいっか。いいね、よいしょ、こんくらいあればいいでしょう。休んでる、早速。はい、ということで早速大盛況の乗り物、これ乗ってきますか皆さん。よしよしよし、これで、ね、よしよしよし、待て待て、ちょうどいいちょうどいい、こっち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 、君の気持ちになって乗るぞ。はい、え、これでこうだ。あー、前すぎたらちょっと景色が見えないパターンのやつ。いいね。でも、あ、すげえ、歯車とかリアルだな。やばー、めちゃ開けてるこの子。日焼け止めとか関係ねえみたいな感じで多分遊んでますね、小田県ランド。あ、動いた。あ、ちゃんと店員さん手振ってくれるんだね。あ、いいねこの岩の感じ、好きだわー。ディズニーでいうビッグサンダーみたいな感じです。うわ、見にくいけど、ちょっと、あ、もう来る、もう来る、おおおお、いいね、この緩やかな感じ好きだわー。めっちゃグワーンって来ない感じ、お、いいねいいねいいね、こっちの方が見やすい。おお、いや、ほんとビッグサンダーみたいだなこれ。おお、あ、岩岩岩が、カメラアングル岩ぶつかってるよ今、汽車が倒れてる、また上がるんだこれ。おお、おお、すげえ、すごかった今の。おお、ジェットコースター乗ってる時めっちゃ楽しい。このゲームの醍醐味ですね皆さん。あ、終わった終わった、終わりました皆さん。え、終わってない終わってない、まだ続く、結構長い、これでまた落ちんの。終わったかと思ったんだけど、一回2回プシューって止まってんねさっきから。やべえ、大人も子供もめっちゃ楽しめるタイプ。風を切って動いております。いいね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 、ジェットコースターやっぱ2、3分乗ってんのがめっちゃ楽しいね。前回さ、海外の人が作ったワールドをさ探検したけど、ああいうのもまたやりたいよね。いやー、もうほんとなんて綺麗、南山椒って感じで綺麗だったわ。スネ夫のお母さんみたいな口調で言ってるけど俺。あ、そうだ、このライト取ろ、浮いてるんでね。はい皆さん、でついでにこのフェアリーワールドの方から道へ引きたいと思います。オッケー、これで道引いたんで、もうほぼほぼ完成ですよこれ、小田県ランド。うわ、いいね、うおー、はははやっとだこれ。はい、今ね夜にしてライト置いてますよ。ライトはね、あんま多すぎず少なすぎずって感じでねやっていきたいんで、入り口にこうやって2つぐらいつけとくか。オッケー、こっちにもつけて、いい感覚で、いい感覚でつけてこよう。オッケーオッケーオッケー、いいですね、こういうとこにね、なんか置いてあるのいいよ、こういう下とか。いいね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 、あ、いいわ、綺麗だわ、なんかちょっと森がちょっと照らされてる感じ、いいですね、見栄えがいいんで、綺麗だ、いいな。この辺にも置いとくか、一個。こっちは、いいねいいね、木の下らへんがいい、この辺。オッケー、これでいいね、もうだいぶ明るい。この電球の下にちょっとベンチも置いてこう。いいですね、こうやってベンチに座りながら星を眺めてください皆さん、ホットドッグでも食べながらね。よし、じゃあこれで、うお、やべえ。いい感じだこれ。あの水のアトラクションにはさ、ほら反射して映ってるし、明かりがいいね。夜は夜でやっぱいいね、ほんと。やっぱ個人的にはね、夜好きです。皆さんはどうですか？お昼の遊園地が好きですか？それとも夜の遊園地が好きですか？僕はね、夜の遊園地が大好きですよ。あ、続々と来る。この店も結構大盛況だ。そうだよな。これ買って、このベンチで食えばいいんだもんな。綺麗だな。はい、みんな。ということで、小田県ランド、ついに、完成です。はい、できました、野原さんです。はい、始まりました。うん、やっぱね、ディズニーみたいにね、幻想的な感じに作りたいね。ディズニーより幻想チックにしたい。今の科学では不可能な感じに作りたいです。はい、
こんな感じで徐々に作っていきたいなと思います。皆さん最後に言いますよ、完成するかはわからないぞ。大変でしょこれどうなってんのこれ、もう動けないでしょこれ。いいね、この辺から見える。うお、飛行機に乗りたい。ジェットコースター乗ってる時めっちゃ楽しい。はい、ということで僕のプラネットコースター実況をね楽しみにしててくれた皆さんマジでありがとう。うん、この動画が面白いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいんでお願いします。ということで小田犬ランドと小田犬をよろしくお願いしますね。じゃあね。